南相馬の子どもたちが作っていただいた作品は6月12日から17日まで今週の日曜日まで展示します。で会場はスパイラルガーデンというところで表参道駅の近くにあります。子どもが作った絵なんですけれども、それはオリジナルは販売できないけど、それはリプロデュースして販売できるので、経費を除いた分は全部チャリティーに行きます。子どもたちがスプレッドさんというアーティストのシードでこの作品を作ったので、スプレッドさんの作品も今まで作ってきた作品も展示することになりました。まあ、職人とかタクシードライバーとかなんかいろんな人の人生も描かれています。 Wow, I feel that how many different lives there are in the world and how many different days you can have. Kids, they sleep where they have to sleep, they go to school when they have to go to school, but when you become adult, it's like nobody knows how it will be your day, or sometimes you have more unpredictable stuff, or 僕は普段何もしない日とかたまにあるんですけど、その日は何もしなかったなとか、黒とかグレーとかって、多分心のイメージ中ではそうなのに、今日見てみるとそういう日にもこう色があって楽しい時間というふうに思えるなっていうことを気づけたのがすごい良かったんです。頑張ってこう生活してる中でのいろいろな色の使い方、それがやっぱり元気な子どもたちの生活としてこうすぐ分かるので、これからも頑張って、まあ、僕らも学ばなきゃいけないし、日々生きていきたいっていうことを感じました。今回本当にいろんな方が協力していただいて、こんなことをこんな解除でできましたという達成感もありますけれども、これで終わりじゃなくて、お客様来ていただいて、その展示会を見て、Live Colorful Project どういうものなのか、どういうものをやってきたのか、まあ、知っていただくということは一つの目的で、本当に子どもの表情、なんか写真を落として表情を見て、子どもの日にちも一日を見ていただいて、子ども南相馬の子どもたちはどういう生活をしているのか、ああ美しいと 思ってくれると、それもありがたいですね。で、子どものこともっと考えてくれるかもしれないかな。